三国志朗読都南の巻より剣と矛と盾と両来々ですね。剣と矛と盾においては玄徳孔明らは慶州三国へ返すことに決めますね。そして両来々において五軍は曹操軍と長領軍ですね、長領軍に敗れますね。その下りですね。剣と矛と盾1、芝居中達は中軍の守護を務め、この漢中攻略の時も曹操のそばにあって従軍していた。戦後経営の姿勢などにはもっぱら参与して、その才能と計画をポツポツ表し始めていたが、一日曹操にこう進言した。技能漢中進出は聖職を侵害させ、玄徳を恐れ惑わせているようです。彼の将は血にして鈍重、もし上将がこの時に疾風迅雷のごとく職に入りたまえば、玄徳の所業は瓦を崩すかごとく砕け去るに違いありません。重臣の流量も中達の意見は全く我々の考えを代表しています。年月を経ては文治に公明あり、部門に官運徴費長運公中馬長などの5個あり、依然と違ってそうそうたる優勝を揃えているので、もうめったに玄徳を破ることは難しくなると思います。うちなら今のうちでしょうとしきりに言った。これが以前の曹操だったら一義に及ばぬことであろうが、赤壁の頃からすでに彼も老齢にいる兆しが見えていた。この時も老を得てまたすぐ何か職を望まん、我が軍の陣馬も疲れている、まあ少し休息させる必要もあろうと急に動く気色もなかった。一面職の実情は義軍の目覚まし進出に対して確かに深刻な脅威を受け、流言肥後は盛んに今にも曹操が職境を突破してくるようなことを潤していた。何分にも公正の職は玄徳によって新秩序が立てられてからまだ日も浅いので、玄徳自身多大の危惧を感じずにいられなかった。その対策について葬儀するとき、孔明は明確に方針を説いた。義が膨張欲するのは、例えば伸びる生物の意欲みたいなものですから、その意欲を他へ向け替えて他へ進展し、他へその精気を注がしめれば、すなわち当分のうちは職は無事を保ち得ましょう、その間に国防を充実することですと前提してから、それには今能弁な死を護衛使いに立てて先に訳した慶州三軍を確実に護衛開始、かつ自局の嫌悪と利害を解き尊敬をして合皮の城を攻めさせるのです。ここは義にとって重要な境なので、先に曹操が長領を入れて守らせてあるほどですから、義はたちまちそこに神経を集め、必然職よりはまず南方へ伸びていこうとするに違いありません。計り事は甚だ遠大だが、さてそんな外交的手腕を誰が任じてゆくか。玄徳が座中を見回したとき、ふと一人の者と目を見合わせた。その者はすぐ立って、私が行きましょうと神妙に言った。諸人が誰かと見ると、それは遺跡であった。遺跡ならばと孔明もうなずいたし、万座も皆彼に職した。すなわち玄徳の書簡を乗せて遺跡は遠く兆候を下った。ごえつく前、遺跡は慶州へ上陸して密かに関羽にあった。もちろん玄徳の内意と孔明の遠謀を語って打ち合わせを済ましておくためであった。後ではこの交渉を受けて諸論まちまちに分かれた。ある者は過日の関羽の無礼をなお憤っていて、断じて受けるなと言い、ある者はそれを拒んだら慶州全体の領流まで後から危険したことになろう、三軍だけでも取っておく、受け取っておくべきだと主張する者も多い。また
死者の遺跡が解くには、それとともに呉が合肥をお攻めになれば、曹操は官庁にいたたまれず、急遽都へ引き上げましょう。玄徳は直ちに官庁を取ります。そして官を召し返して官庁に入れ、慶州全土はそっくり呉へ返上を申す考えであるというのだった。だから三軍を受け取るには条件付きのようなものだった。結局長商や雇用などの意見も皆それに傾いたので、尊権もつい腹を決めて遺跡からの交渉を全部容認し、再び露宿を慶州の接種のため現地へ派遣した。2、慶州の領土貸借問題は両国の国交上多年にわたる癌だったが、ここにようやくその全部とまでは行かないが一部的解決を見ることができた。そこで三軍の領土接種が無事済むと、呉と蜀とは初めて修好的な関係に入り、呉は大軍を出して陸港付近にたむろし、まず義の勘定を取って続いて合肥を攻めんと大体の作戦方針をそう決めた。しかし勘定の攻略は決して楽でなかった。呉としては呂も関連の二対象を選択し、賞金半将の二軍を後陣に、しかも中軍には孫権自ら衆隊、鎮部、女性、当州何度の優勝と知能を網羅した遊説を持ってそれに臨んだのであるが、それにしても勘定一つ落とすために払った犠牲はかなりなものであった。満城の血潮もまだ乾かぬ中で、孫権は占領の日盛んな宴を開き、戦いはこれからだ、しかも幸先はいいと士気を鼓舞していた。ところへ予行の力遅ればせに両党がついて中途から宴に加わった。残念なことをした。もう2日も早くついていたらこの一戦に間に合ったものをと両党が左右の人々に語っていると、いやいやまだ先には合肥の城がある。合肥を攻めるときはそれがしのごとく一番乗りをしたまえと上座の方から慰め顔に言ったものがある。見ると官寧であった。官寧は今度の勘定陥落の際一番乗りをしたので、今日祝賀の宴に五行尊権から錦の滴りを配慮し、座中第一の面目を施して一番良い輝いていたのである。ふふん、官寧か。両党は鼻先で笑った。さっきから上機嫌な官寧の様子は誰の目にも武功自慢に見えた。のみならず両党は彼と眼を見合わせた途端に父のことを思い出していた。昔官寧に打たれて死んだ父のことがふと胸をかすめた。うぬと思ったせいか官寧の方でも、この青二歳がと嫌ぬばかりな眼光を与えて、両党何を笑うかと色を変えた。いや、両党が無意識に手をかけた剣の束を咎めるように眠つけた。両党はっとした。全く時も場所柄も忘れて剣にかけていた自分の手に気がついたからだった。あ、いや、私にはまだ武勲がないので、せめて座教に剣の前でも待って処刑の労をお慰め申さんかと存じまして、言いながら彼は過ぎ立って剣舞をし始めた。観念もさてはと後ろの矛を取りやいな。いや、面白い。君が剣を持って舞うなら、それがしは矛を持って胸を添えんと両々互いに戦々たる光を交え舞うと見せて、実は心中の遺恨を刃に含んで、隙あれば父の仇を果たさん、隙あれば帰り討ちに切り捨てんと虚実を尽くしちゃっていた。いや、血と重すぎる、面白すぎる。まるで炎と炎のようだ。俺が水を差してやろう。諏訪大事と見たので、両毛が盾を持って二人の間へ飛び込んだ。そして巧みに矛の舞と剣の舞をあしらいつつ、舞巡り舞巡り、ようやくことなくその場を収めた。はじめは何気なく見えていたが、途中から尊敬も気づいて酔いも冷めんばかりな顔していた。しかし旅網の起点に二人とも血を見ずに座へ戻ったので、彼はほっとしながら
さてさて、鮮やかに待ったな。二人とも優雅なものだ。杯を与える。揃って我が前へ来い。と差し招き、両手の杯を同時に二人の手に授けて、今や呉は初めて義の敵地を踏んだところだ。呉の攻防を担うている御ミラには毛頭指針などあるまいと思うが、私の救援などは互いに忘れてくれよ。いいか、夢思うな。とくれぐれに言った。検討ことたてでした。ちょっと給水します。続きを言います。両来来。1、合肥の城を預かって以来、長領はここの守りを無備にも怠った試しはない。ここは義の境、国防の第一線と身の重責を感じていたからである。ところが午後に十万の圧力のもとに前衛の艦上は人支えもなくついえてしまった。洪水のような快速を持って敵は早この合肥へ迫ると、急を告げる早馬は櫛の刃を引くようだった。また艦長に出征の曹操からも変を聞いて設定というものを急破してきた。これは曹操の作戦指導を箱に報じてもたらしてきたものだった。上昇の作戦には守備とあるか、籠城せよとお示しあるか、早くお開き。同じ城にある副将の学信と利点は固唾を飲んで長領の開ける箱を見ていた。では聞きたまえ、読み聞かせよう。この積極に出てこれるゆえんは、要するに世の遠く艦中にあるの今日伺うものなり、ゆえにこの勢い皆議場を軽んず、戦わずしてただ守らば、いよいよ彼らを誇らすのみ。また出て十万の寄せ手と野戦を構うるはなお切なり。すなわち敵近づかば、その除染において彼らの英気を一撃してくじき、味方諸人の心をまず安泰に固め起きて、後固く城を閉じ防備第一として必ず出て戦うなかれ。お分かりか、こういうご指令であるが、利点は日頃長領と仲が悪い。そのせいか黙り込んだまま返事もしない。一方の学信はすぐ言った。彼の意見は反対である。由来守り草で勝てた戦いはない。ましてこんな小勢で。長領は皆まで聞いていなかった。この際議論は無用と腹は決まっていたからである。議論がやりたいなら一人で議論していたまえ。余人は知らず、長領には指針を持って君の言をやめることはできない。艦中からのご指揮通り、我はまず城を出て一斉に敵の出花を叩き、その後は静かに籠城にかかるのみだ。言い捨てて馬を呼び、早戦場へ走って向かおうとした。するとそれまで黙念としていた日頃は彼と不和な利点がぬっくと立って、そうだ、これは国家の大事、兄私の心にとらわれんやと決然。長領に続いて城門から駆け出していくのを見て、学信も一人で議論しているわけにも行かず、続いて城外馬を出した。この大軍はすでに昌陽神まで来ていた。先方の関連軍と義軍の学信との間に小戦闘が行われたが、義兵はたちまち改装したので、五皇尊敬は我に当たるものあらんやと、いよいよ勝ちをもって前進を続けていた。そして昌陽神の地を離れかけた頃、突然路敵の間から練習砲を轟かして、右からは利点、左からの軍は長領の旗が現れ、二手が渦巻いて尊敬の中軍へ不意打ちしてきた。先手の旅毛や関連の軍はあまりに敵を急追して、その快速に任せたまま中軍と隔たりすぎている。後陣の両党はまだ昌陽神の一水を全部溶かして切っていないらしい。だがはるかに中軍の旗が裂かれるごとく乱れ立ったのを見て、両党は諏訪何事か、教授かと部下をも置き捨て短期これへ駆けつけてきた。見れば尊権以下中軍の旗本700ばかりは敵の奇襲に
包囲されて全く殲滅寸前の危機にあった。病棟は声を上げて乱軍の中の尊敬を呼んだ。君、君、我が君、造兵ごと機を相手となしたまわず、ひとたびひとまず長子橋を渡ってお引きあれ。耳届いたか、尊敬は振り向いて、おう両党か案内せよと言いながらこちらへ向かって一目散にかけてきた。だが二人して長子橋まで逃れてきたはいいが、すでに橋の南一条ばかりは敵の手に破壊されていた。2、いやーしまった。馬は水に驚いて竿立ちになっていななく、後ろからは長領の兵3000ほどが二人の影を認めて雨のごとく矢を射てくる。両党を何としたものぞ。尊敬は馬と共に安城で身をもんでいた。いや、お騒ぎになるには当たりません。手前のするようにして後から続いておいでなさい。両党は水見合うから遠く馬を返して改めて勢いよく駆け出した。そして破壊された橋の水際へ近づくや否、鞭も折れよと馬の尻を打った。馬は高く飛び上がって水面を飛び越え、後方の橋の端へ立った。尊敬もその技に習って難なくそこを飛び越した。川の上に後陣の女性や周到の船が見えた。両党は半分になっている橋の上から、主君をここへ置いていくから、鹿とお守りを頼むぞと声をかけて再び、前のところを飛び、岸へ上がったと思うと、敵の矢風へ向かってまっしぐらに駆け向かっていく。遠く先へ出過ぎた官兵と領門もにわかに後へ戻って、義軍と接戦していたが、何分にも気をつかれたため、その備えは中軍や後陣と一致せず、各所で義軍に包囲されたり、寸断されたりして、おびただしい戦死者を出してしまった。分けて三たる壊滅を受けたのは両党の隊だった。尊敬の急場を救うために全く体型を失い、首相を見失っている間に義の利天軍の包囲下に圧縮されて、これはほとんど一人の生存者もなかったほどひどい死惨を築いてしまった。隊長の両党も二度目に引き返した来た時はすでに部下の半数以上撃たれていたので、その苦戦ぶりは言語に絶し、ついに全身数箇所の焼き傷を負い、満身明けにまみれてよろよろと小式を付近まで逃れてきた。もう彼には馬に鞭を加えてそこをひととびに越すような記録など到底なかったし、流れいる地上に目もかすんで顔も水も見えないような姿だった。家中の船から尊敬がその姿を見つけた。尊敬は船べりをたたいて、あれよ両党に違いないと声もかるるばかり叫んだ。ようやく一つの船が岸へ寄って狩りへ拾ってきた。その他敗山の味方も次々に川の北へ収容した。敵に追われて船を待ついとまもなく無残に撃たれる者や川へ飛び込んで溺れ去っていく者を見てもどうにもならないような状態だった。深く何たるまずい戦いをしたものか。尊敬は敗軍をまとめて、その損傷の莫大なのに肝をすくめながら胸に二層繰り返してばかりいた。重傷の両党は全身の傷を包んでなお訓練にいたが、思い合わせれば感情の勝ち戦がすでに今日の敗因を醸していたものです。部下の端までがあまりに勝ちをもって敵を甘く見くびりすぎた結果でしょう。分けてこの際君には良いご教訓になったことと思われます。恩民すなわちこの万民の主たることをくれぐれお心にご明記あるようお願いします。今日のお体だけでも無事だったのは全く天地神明のご加護というもの、むしろ喜ぶべきことと存じますと歯に気抜きせず言った。残機に耐えない一生の戒めとする。尊敬も涙を流してつぶやいた。しかし大地はここに頓挫をきたした。五軍は新手を加えて再装備の必要に迫られ、ついに対抗を下ってこの樹種まで引き返してしまった。両来この国では幼い子供までが義の長領の名を覚えて
子が泣くと母はそう言って泣く子を透かした。もっていかに長領の雄とその血が五兵の肝に深く刻み込まれたかがわかる。長領は自らこれは妨害な気象だと言っていた。すぐ急死を艦中に起こり、ひとまず戦況を報告してなお他日のために大軍の増派を要請した。このまま職へ進まんか、ひととび帰って豪打つがよいか、曹操もこの二大方向の挙手に迷っていたところだった。両来々でした。